ライトノベル。五、六年くらい前の話だという。役場職員の吉村さんはいつも使っている仕事場の机の中から見慣れないマイクロ SD カードを発見した。有名な会社のもので、 sd カード交換アダプタに刺さったままである。彼は通常、usb メモリーしか使わない主義。sd カード類は小さすぎて紛失した時が怖いと感じていたので、心当たりのあるものはないかと同僚らに尋ねてみた。皆、 自分のものではないという。仕方ないので、職場のパソコンで確認してみると、1ギガバイトの容量があるにもかかわらず、データはたった一つだけ。それには、吉村広道と自分のフルネームがフォルダ名として付けられていた。 あれやっぱ俺のだ目の前の事実にこれは私的なものだったのだと認めざるを得なくなったこの場でデータを開くのはなんとなく危険な気がしたのでそのままカバンの中に直しておいたさてその日の夜 風呂から上がって一息ついた吉村さんは、例のマイクロ SD のことを思い出し、内容を確認してみることにした。パソコンを立ち上げ、SD カードスロットに突っ込む。いつもは使わないところなので、どこにスロットがあるのか、パソコンを眺め回して初めて発見したらしい。 エッチな画像かしらとちょっとワクワクしたが文章データだった。データ量からしてかなりの分量があるようだが、とりあえず開いてみた。ポカンとなった。これは小説だ。砕けた文体だな。 ピンと来た。ライトノベルじゃないか、と。活字に早熟だった吉村さんは、小学校高学年くらいから、今でいうライトノベル。昔はそういう呼び方をしなかったが、それを愛読しており、中学校時代には結構読み込んでいたという。 さすがに弱い四十を過ぎていた当時は卒業していたのだが、若い人がこういう文章に惹かれる意識には大きな理解を示していた。だが、なんでこんなデータの入ったものが俺のデスクの中に。誰かが俺の名前を借りて投稿用の小説でも書いていたのか。 そんなバカな。仕方なく読み進めていると。あれこの話知ってるぞ。懐かしいな。そうだ、あの本だ。なんと、以前読んだことのあるラノベの内容、そのままだったというのだ。ストーリーに関しては、 著作権の関係から詳しくは書けないが、異国からやってきた王子様が日本のコミケに行こうとして大騒動が持ち上がるというドタバタコメディらしい。いやー、こりゃ懐かしいぞ。中学の頃だ。時間も忘れてむさぼるように読みふけった。 話自体の面白さと当時の思い出が折り重なって心に響いた。と。あなた、大事な書類出しっぱなしにしてますよ。不意に、吉村さんを現実に引き戻す奥方の声。チェ、いいところだったのに。 子供のようなことを考えながら、名残惜しくパソコンから離れた。すぐ住む用事だったので、画面はつけっぱなしだった。三分後、ことを済ませて戻ってくる。さあ、続きだ。パソコンの電源が落ちていた。 え、そんなバカな。再起動させて例のデータを呼び出そうとする。しかし、なぜかデータフォルダが見当たらない。変換アダプタを抜いて確認してみる。データがないはずだ。マイクロ SD 自体が刺さっていない。 この状態で抜けるわけないだろ、う、常識的に。机や床の上を、それこそ目を皿のようにして探した。だが、どこにもマイクロ SD は見当たらない。そのうち変換アダプタも消えているのに気づいた。間違いなく、スロットに差し直していたはずなのに。 不思議だとも奇妙だとも思わなかった。ただただ青春時代の回想を途中でストップされたことが泣くほど切なかったという。実はラノベ作家を目指していた頃がありまして、と私はお話を伺った後、吉村さんに打ち明けた。 過去形なのは、取材当時、私が筆を折っていたことに由来する。そうか、そうか。あれは面白いものね。吉村さんは、笑顔で返された。実は、<laughs> その一件以来、私のラノベレツも再熱したらしくてね。 ネットで例の中古品を見つけて即購入したのだという。それから火がつき、当時読んでいた作品を片っ端から買い漁り読みふけった。それだけでは飽きたらず、なんと最近の作品にも触手を伸ばし始めたそうで。かなから、 部屋が漫画みたいな表紙の本で占領されてるじゃありませんか。いい歳をしてまったくって怒られたんだけどさ。最近は電子書籍ってのがあるからいいよね。吉村さんは自らのスマホを見せてにと笑った。 お刺身、洋産。現在、主婦業に専念していらっしゃる下村さんは、10年くらい前は関西の方に住んでおられ、税理事務所のパートをしていたという。その事務所は税理士の先生も女性で、まだ若く。 下村さんらパートを含めた5人で仕事を回していた。小規模ながら顧客はそこそこ多く。当時、一生独身を貫く心意気だった下村さんは、先生のもとで勉強して、いつかは私も税理士に、と意欲を燃やしていた。一方、頑張るときには真剣だが、 全員が割とフランクな性格の女性ばかりだったこともあり、休み時間はかなり砕けた雰囲気で、休日にみんなで遊びに行くなどということもある楽しい職場だったという。そんな某日、うららか日和の昼時のことであった。今日はええ天気やし、 みんなで喫茶でもしようか、と先生が提案したので、下村さんたちは全員で仕事場近くのオープンカフェに繰り出し、めちゃくちゃおしゃべりしながら楽しいコーヒータイムを過ごしていた。暴殺の日々が一段落した時期だったこともあり、ご褒美の意味もあったのだろう、と当時を振り返って下村さんは言う。 本当にみんな仲が良かったんです。関西人特有のノリの良さみたいなのが全員全開って感じで。リアル漫才のような軽快なやりとりを絶え間なくやっているうちに、あっと一人の女の子が何かを思い出したような声を出した。パート仲間で一番年下の ミサキちゃんという二十代初めの子である。どないしよう、事務所に忘れ物です。せっかくの昼休みなのに、と言いたそうな顔。ええやないの、何忘れ物って、と尋ねると、帰ってきた答えは、携帯。なるほど。 年頃の女の子なら、一時も携帯を手放したくないという心理はわかる。うち、ちょっと取ってきます。カフェから事務所までは徒歩で5分程度だ。往復10分。まあ、なんてこともない。と、その時、 事務所に忘れ物という言葉を反すし、下村さんは一つ気になることを思い出してしまった。休み時間の間際、ふーっと一息つくついでにペットボトル入りのミネラルウォーターを少し飲んできたのだが、その蓋きちんと閉めたっけという些細な不安だ。ああ、みさきちゃん。 事務所行くんやったら、私のデスクも見てきてくれへんペットの水の蓋、し忘れたような気がしてるんよ。わかりました、と笑顔の答えが返ってきた。気をつけてな、車と喧嘩したらあかんで。みんなに見送られ、みさきちゃんはパタパタと年齢よりはるかに幼い足取りで、事務所の方へ走っていった。 あの子、かわいいけど、ちょっと心配な子やさかいな。そうそう、悪い子やないけど。まあ、仕事の飲み込みは早いから、問題ないやろ。色の白いは七男隠すや。意外とあんな天然さんがいいお嫁になるで。 ミサキちゃんを魚にしてしばらく談笑していた時だった。彼女が忘れ物を取りに戻って5、6分くらい経った頃。プルルルルルル不ふいに下村さんの携帯が鳴った。表示を見てみると、普段のミサキちゃんからである。なんだろう 出てみる。もしもしあ、下村さん。なんやこれ、下村さんのデスク、何なん,なんですかはと思わず聞き返した。こんなん、なんですのみさきちゃんは、老狽したような声で繰り返す。 こんな、こんないっぱいお刺身、デスクからはみ出してますやんか。お刺身がどうしたの何があったのと声を荒げても、みさきちゃんは聞く耳を持たない。養蚕のお刺身ですわ。お水とか蓋とかそういう問題やないですわ。 赤に、白に、茶色もあります。一方的に、そんな意味不明の言葉を繰り返す。下村さん、これ、お魚の実いちゃうわ。困った。何か、怖い。 どうしましょう。美咲ちゃんが変です。下村さんは先生に訴えた。あの子は元からちょっと変やろ、と誰かが茶化したが、あまりに真剣な下村さんの剣幕を見て、一種の緊張が場に走った。<laughs> たくさんのお刺身が私のデスクに乗ってるとか言うてますけど、 お刺身それを聞いて、先生も懸元そうに首をかしげた。が、すぐにはっと何か大変なことに思い当たったような表情になり、下村さん貸してほとんどひったくるように、下村さんから携帯を取り上げ、耳に当てると、三崎ちゃん、 もうええから、戻ってきなさい。それはお刺身と違う。しばらく、なんだかんだというやりとりが交わされた。が、事態は思わしくない方向へ向かっているらしかった。先生は、あかんと一言。 通話を切ってパート一同を見渡し。みんな事務所に戻るで。美咲ちゃんが大変。叫ぶように言った。下村さんは完全に冷静さを失った先生を初めて見た。息も切れんばかりの勢いで事務所まで走って戻ると。 なぜかみさきちゃんは、先生のデスクに、どっかりと腰を下ろし、放心していた。みさきちゃん、みさきちゃん、どないしたのと、みんなから声をかけられても、お刺身、洋さん、洋さん、動いてた、元気や、と、呆然とした表情で繰り返すだけ。 ごめんね、みさきちゃん。ごめんね。ごめんね。先生は泣きながら、そんな彼女にすがりついた。みんな、その光景を、肩で息をしながら見つめていた。下村さんは、恐る恐る自分のデスクの方へ視線を向けてみた。 大量のお刺身などどこにもなく、ペットボトルにもしっかりと蓋がなされていた。翌日、美咲ちゃんは仕事を辞めた。どんな経緯があったのかパートさんたちには知らされなかったが、もう、あの子、会話が成立せえへん。 と、意気消沈した様子で先生が語っていた。それだけで何か、もう、十分だった。みんな、勘んにんな。最近の忙しさは、ちょっと異常やったもんな。美咲ちゃんなんか、頑張り屋や,やったさかい。無理してストレス溜め込んで、 心を病んでもうたみたい。ご家族にも謝りに行く。と、先生は目に涙をためながら言った。みんなも、このショッキングな展開に溢れる涙を隠しきれない風だったという。だが、下村さんは、 確かに聞いた。電話越しに先生が言った、養蚕のお刺身の正体について、何か知っているようなセリフ。そして、美咲ちゃんが辞めた日の仕事終わり、一人デスクに座って大きなため息を吐き出した先生が、 その後、ふと口にした一言「あの子にはあれがお刺身に見えてんかやっぱ変わってるわ」翌日下村さんも事務所を辞めた。 マジックのお医者さん。昔よく行ったスナックに、ニーナちゃんというフィリピーナがいた。彼女は理髪な人で、日本語に多少の祖母や名割りはあるものの、日常会話くらいなら、よくそんな言葉知ってるね、とこちらがびっくりするくらい達者に話した。 そんな彼女に会って、私が振る話題といえば、ただ一つ。フィリピンのお化けの話、して。実際、フィリピンは妖怪、というか、精霊天国であった。そこかしこに、見えない世界の住人がいて、それらは夕方から夜になると活発に活動を始めるので、 見えないがゆえに怖がられていたという。カプリーンいる。私の家の近くの大きな木。朝とか昼は大丈夫なのだけど、夕方になるといる。太い枝に座って近く歩く人見てる。ええー、それはどんな姿をしてるの 見えない見えない、見えない大きなお猿さん見えないけどお猿何なのそれは人間にはゴースト見えないね。でもお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんみんないるって言ってる。これはいるから言ってる。うちの家族、 みんな嘘のつかない人だから。おばあちゃんがカプリンは大きなお猿だって言ってたから、これは本当の話。うーん、そうなのか。学校の帰り怖かったよ。カプリンから見られてる思うから。怒らせないように早足で帰ってた。 カプリーンが起こるとどうなるのわからない。多分食べられる。憶測でよくもそんなに怖がられるなぁと感心したことを覚えている。彼女からはこのほか。自分の体と他人の体を交換してしまう術を持った。 某特撮隊の隊長のような、エンカンドゥという妖怪や、都市伝説としてあまりにも有名な、ホワイト・レディの話も聞かせてもらった。ネットで大きく取り沙汰される前に、この幽霊の話を聞くことができたのは、貴重な体験だったと、今ではしみじみ思っている。しかし、それだけの話では、 私は満足できなかった。ある日、本当にお化けに会った人の話はないのと尋ねてみたのである。ニーナちゃんは少し表情を曇らせ、ああ、と珍しく何かを言いあぐむような様子を見せた後。とさんになら教えてあげるよ。 私のおじさん、ゴーストに盛りつかれたね。盛りつかれたそう、悪いゴースト入った。こうして、彼女のおじさんが、頂上的なものに取りつかれた時のエピソードは語られ始めたのである。今からざっと、 20年以上前のことになろう。ニーナちゃんのおじさん、彼女のお母さんの弟にあたる人は、地元の人から森を犯してはいけないと決められていた時期を無視してジャングルの中に分け入り、帰ってきた時にはすっかり何かに入り込まれていた。 ブルブルとひっきりなしに震え、何かが俺の中にいる。怒ってる。すごく怒ってる。と泣きながら家族に訴えたのだという。なぜ、何故金を破ってジャングルの中に入ったのか。と、ニーナちゃんのおじいさんからひどく叱責されたらしいが、おじさんは堅くクに理由を言わなかった。 それは今でもわからないままである。とりあえずこのままではいけない。お医者を呼ぼうということになった。だからマジックのお医者さん呼んだ。マジックのお医者さんそう。フィリピンには二つお医者さんある。サイエンスのお医者さんと マジックのお医者さん。つまり、呪術医を呼んだということだろう。マジックのお医者さんは、おじさんを一目見るなり、マナナンガルのオスが入っておると断言し、すぐさま祈祷に取り掛かった。当時まだ子供だったニーナちゃん曰く、いっぱい楽器を鳴らして、 お祭りみたいなご祈祷だった。見てて楽しかったらしい。術の効果は適面で、すぐにおじさんは正気に帰った。家族は何度も何度もお礼を言い、たくさんの謝礼を持ってマジックのお医者さんを見送った。謝礼はお金ではなく、お肉や野菜といった、 現物だったらしい。普通ならここで、めでたしめでたしとなるところであるが、次の日ね、おじさん、また狂った。翌日、太陽が地平線に隠れ出した頃だったという。おじさんはまた、 おかんと体の不調を訴え、ついにトランス状態に陥って、本人のものとは似ても似つかぬ声で語り出した。ははは、愚かな人間どもめ。わしがあの程度で出ていくとでも思ったか。欺いてやったのだ。まんまと騙されおって。 これには、家族全員が震え上がった。また、マジックのお医者さんを呼んだ。お祭りのようなご祈祷が始まった。おじさんが静かになった。みんな、ほっとした。そして、翌日の夕刻。 はっはっはっは、<laughs> バカめバカめ。わしはあの程度では落ちぬぞ。これが何度も何度も繰り返された。お礼の物品もバカにはならなかったが、ニーナちゃんの家族は近所の人たちに頼んで、供物を都合してもらい、その都度、 マジックのお医者さんを呼んだ。フィリピンでは、ひどく家族を大切にするのだという。やもすると、日本以上に。おじさんは、どんどん消耗していった。なんと、一睡もしないというのだ。 朝昼は放心状態であるが、太陽が沈むと途端に暴れ出す。我はマナナンガルのジェネラルであるぞ。アスワングを率いて、この集落の子供を根絶やしにしてやる。万の血を捧げよ、奥の妊婦を殺せ。 そのような不吉な意味の言葉を口走り、やたらめったら体を打ちつける。家族はマジックのお医者さんの力を信じた。いつかは落ちると信じていた。しかし。おじさん、死んだね。忘れないよ。 ある日、体中から汗のように血を吹いて、白目を向いて亡くなったという。集落の人間に危害が及ばなかったのは、彼の精神力が最後の最後に悪霊を下ろしたからだ。と、マジックのお医者さんは言ったのだと。 な,なんだよ、その話。マジックのお医者さん、インチキじゃんか。違うよ、マコトさん。フィリピンの人、お金持ちはサイエンスのお医者さん呼ぶ。そうでない人はマジックのお医者さん呼ぶ。それ、仕方ない。サイエンスのお医者さん、偉い。 そっちのお医者さん呼べば、おじさん、助かったかもしれないね。と、ニーナちゃんは最後に泣きそうな顔で呟いた。お骨。 20世紀の最後の年と21世紀の最初の年をまたいだ出来事ということもあり、時期的なところまでよく覚えている、と酒井さんは語る。発端は、西暦2000年、秋のお彼岸シーズンのこと。 終分の日の休日に家族と一緒にお墓参りに来た高校生の彼は、お水汲んできてと頼まれ、御所の隅にある共同水道に向かっていた。何度も使っているので、勝手はわかっている。水道の近くにはコンクリジの台のようなものがあって、その上に、 お三者が自由に使っていいバケツが乗っている。このバケツに水を汲んで持ってくればいいのだ。墓参りシーズンど真ん中だからな。バケツは多分他の誰かが使ってるだろうな。念のために持ってきたビッグサイズの焼酎ペットボトルを片手に。 水道の場所へ到着する酒井さん。その時、あれと目を見張った。バケツはあるにはあったものの、水道の蛇口の上に逆さまの形にしてかぶせられていたのだ。なんで台の上に置かれていないの そう思いながら、例の台の方へ視線をやると。うわ、嘘でしょ。思わず、顔をしかめた。コンクリート製の台の上には、何やら、四つ足とおぼしき生き物の白骨死体が、おごそかに、 横たわっていたのである。こいつのせいでバケツが置けなかったのか。前に水道を使った人のことが、なんとなく不憫に感じられたそうだ。骨は、どうも犬か猫のもののようであった。 哺乳動物らしいということは学生の酒井さんにもおぼろげに想像できたが。しかし、細かい種類までは当然特定不可能である。それにしても爪の先まで綺麗に揃って発骨してるな。自然に死んだ生き物ならカラスとかに死体をつつかれて もっとバラバラな形で骨になっているもんじゃないだろうか。いや、そもそも自然に死んだ生き物だったら、この台の上にきれいに乗っていること自体が不自然だよな。しばらく真っ白な骨を見つめながらそんなことを考えていたが、 すぐに、あ、早く水を汲んでいかなきゃ怒られる、と現実に帰ってきた。バケツはあることにはあったが、せっかく持参したペットボトルがもったいなく感じたので、それに水をいっぱいに入れ、お墓の方へ持っていった。あるいは、 あの骨の横にあったバケツを使いたくなかったのかもしれませんね。当時を振り返って、酒井さんは苦笑される。まあ、ただ気持ち悪いだけで済めばよかったんですけどね。20世紀最後の年は、そのまま何事もなく駆け抜けていった。 そして、年が明け、21世紀。2001年、1月のこと。正月の7日も過ぎ去り、新学期も始まって、何が21世紀だ、9世紀と全然変わらねえじゃねえか、と、近未来フレーズに文句を垂れ始めていた酒井さん。 そんな彼がある日学校から帰るとお母さんからあんた宛に手紙が来てたわよと告げられた見るからに変な手紙だったけど一応お部屋に置いといたから俺に手紙変な内容はて 坂井さんは首をかしげながら、自室のドアを開けた。机の上を見ると、なるほど、九段の変な手紙が載っている。何がどう変なのだ。上になっていた表面を見てみると。あ、1998年。 手紙は年賀はがきだった。しかも三年前のものである。どんなところで保存していたのか、茶色いシみがところどころに滲んでおり、全体的に色がせているように見える。こちらの宛先も送り先の住所も、 プリンタで出力していると見え、力強い民朝フォントで記されていた。送り先は縁もゆかりもない中部地方の冒険の聞き慣れぬ町である。送り主の名前はない。こんなところに知り合いも友達もいないはずだがな。 そう思いながら手に取り、裏返してみた。ぎくり、と、おかしな感覚が走った。犬の写真が、プリントされている。ウェルシュコーギーだろう。犬好きな酒井さんには、人懐っこそうに、 舌を出して、どこかの室内で撮ったそのワンちゃんの犬種が、だいたい特定できた。大人になりたてくらいの年頃か、愛嬌のある犬だな、そう思うと同時に、なぜか、前年のお彼岸の記憶が、さーっとフィードバックしてきたという、 お墓参り、水道、あの台の上の白骨死体。あ、あの骨、この犬のものだったんだ。瞬時にそう思った。なぜかは未だに説明不能である。 完全に理屈ではない革新的なひらめきだったという写真の下には何やら文字がしたためられていた字を覚えたての子供が書いたような稚拙なバランスのひらがなの文章お兄さん ラッキーのお骨を見てくれた。ありがとう。確かに、そう読めた。その下に書いてある文章はあまりに崩れていて判読しがたかったが。きっと、いつかお礼に行きます。よしよ。と。 読めないこともなかった。そうけだった。その場で手紙は破り捨てたという。お骨を見つけてくれたからありがとうじゃなくて、見てくれたからありがとうになってたのが、妙に嫌ですね。 今でも忘れた頃に何かがお礼にやってきそうな気がして不安的な恐怖は現在進行形だという。 世話女房昨年6月頃のことだという主婦の木下さんがお昼時にいり豆をポリポリ食べながらテレビを見ていると不意に隣からねえ、リエさんと下の名前で呼ばれた 思わず声の方向を見てみると、ニコニコ笑った義母が正座をして座っている。え、お母さんなんでお母さんが二年前に亡くなったはずなのに。あっけに取られて固まっていると、義母は、久しぶりで悪いけど、 ちょっと頼みたいことがあるのよ、と前置きをした後。面倒だけど、今からうちのお父さんに電話して、今やろうとしてることやめなさいって、ただそれだけ伝えてほしいの。はあ、と気の抜けた返事をすると。 義母は、ほ,ほほほっと声を出して笑い。まったく、男の人って世話が焼けるわよね。そう言って、いり豆を一つつまみ、口の中に放り入れた。直後、消えた。お、お母さん お母さん急に現実へ引き戻されたような気持ちになって、木下さんはつい今しがたまで義母が座っていた場所を食い入るように改めた。入り豆が一つだけ落っこちている。夢じゃなかったんだと思うや否や、お父さんに電話 と思い出した。スマホを取り出して、岐阜に連絡を入れた。はい、もしもし、エリさんか、どうしたあ、あのですね、お父さん。少しそこで考えたが、えいままよ、と思い。 あの、今何をなさっておられるのか知りませんが、それはやめた方がよろしいようです。亡くなったお母さんがそうおっしゃられました。正直に伝えた。口に出して言った後、私はいきなり何を口走ってんだ。思いっきり変な嫁だと思われる。 と後悔した岐阜はしばらく黙ったあと「かったありがとうな」そう言って通話を切ったしばらくして外から帰ってきた岐阜から「ありがとうな理恵さん」とまたお礼を言われた 何でも岐阜は散歩がてらに外をブラブラしているうちに何気なく行きつけの骨董品店に立ち寄ってみたのだという。すると店主が、ああ、木下さん、今日とっておきのものが入ったんですよ。いつになく熱っぽい調子でそう言われる。 ほう、なんでしょう。尋ねるより早く、一服の掛け軸を広げて見せられた。ぞっくりと、背筋におぞけが走った。胴体から離れた、人間の生首だ。うつろな目をして、ざんばらに髪を乱した男の首が、 切り口から青竹をぐっさり差し込まれて、草っぱらに立てられている様を模写してあるのだ。すごいでしょう。土壇場で首を切られた罪人の首をかいたものですよ。あ、土壇場ってのは処刑場のことです。江戸時代に ある好き者が絵師を雇って描かせたもんらしいんですけどね。どうですか、ぞっくり来るでしょう。作書は無名だけど、新品だ。なんでも、この滴る血は、実際に首から流れたものを色出しに使っているそうですよ。いつだったか、テレビのワイドショーで似たようなものがあったでしょう。 放送途中に瞬きしたっていう、あれも生首の絵だったっけまあとにかく、ああいう類いらしいですね。どうです、これ。岐阜は常連だったので、15万と言いたいところを5万で、と、破格念を出された。 正直、こんな胸くそ悪い家、見たくもなかった。が、見たくもないのに、目の前にあると見入ってしまう。そのうち、だんだん本当に欲しくなってきて、これを眺めながら晩酌ってのも、おつなもんだな、と、信じられない考えが、 心の中に芽生えてしまったというのだ。あ、わかった。今は持ち合わせがないから、そこのコンビニの ATM でお金を下ろしてくるよ。後払いでいいですよという店主に、それは悪いと言い残し、岐阜はコンビニに向かった。 ATM を操作し、五万円のお金を引き出そうとした、まさにその時。リエさんから、俺の携帯に電話がかかってきてな。我に帰ったという。そうか。母さんが教えてくれたのか。 一部始終を聞いた岐阜は、しんみりとした様子でそうつぶやき、仏間へ向かった。仏壇に線香を立て、お輪を鳴らし、連れ合いの位牌を優しくなでた。母さんには、向こうに行った後でも世話をかけるなあ とても長い間、岐阜は仏壇の前で手を合わせていたという。首なしライダー。松岡さん。実は僕。 周囲には黙ってるんですが、男性にしか恋愛感情を抱けないタイプの男なんです。心臓が飛び出るかと思うほど驚いたことを覚えている。今から2年前の4月下旬のことである。 がっしりした体つきの40代男性、神道さんから、開口一番、そう告白され、私は正直、どう返したらいいか、わからなくなってしまった。彼とは、共通の友人を通じて、階段を拝聴する縁に恵まれたのであるが、取材当時、互いに挨拶を交わした直後、 いきなりそう言われたわけなのだ。どういう意図で初対面の私に自らの秘密を打ち明けられたのだろうか。もしかして、そういう展開を望んでおられるのだろうか。私がしどろもどろになっていると、振動さんは、あれは4年前だったかな、と、 深刻そうな顔をして話を始められ。僕、昔付き合ってた男の人と血は喧嘩して、夜中、峠道に置き去りにされたことがあるんですよ。なんだか、とても面白そうな話になりそうなので、黙って聞くことに決めた。 それは楽しいドライブのさなかの悲劇だったという。二つ年上の恋人に運転を任せて、助手席に座っていた新藤さんは、ねえ、スマホ貸して、と彼氏に了承を得た上で、その情報端末をいじっていた。ちょっと浮ついたところのある人だったので、 浮気の証拠を見つけちゃうぞ、みたいなノリだった。もちろん、青筋立てて、根掘り葉掘り、といった体ではなく、じゃれ合いの延長のような行動だったという。浮気なんてしねえよ、と、彼氏は魅力的な笑顔で返した。が、 神道さんは見つけてしまった。なんと彼氏は他の恋人とイチャイチャしている現場の写メを堂々と隠しもせずに本体へ保存していたというのだ。おい、なんだよこれ、ふざけんなよ。一発触発となった。 彼氏は、ゲ、見たのか、という顔をした。当たり前である。この人は、爪が甘すぎる。しかも。これ、女じゃねえか。どういうことだよ。なんと彼氏は、バイセクシャルだったのだ。 男も女も見境なしか。俺も遊びの人数の一人か。ゲス、下道、新島エクソ。新藤さんはありったけの言葉を持って彼氏をののしった。彼氏はたちまち、しゅんとした表情になって、黙って車を運転していたという。 さすがに言い過ぎたか。俺もなんだかんだ言って彼がそばにいないとダメだしな。他の恋人とは別れて俺一本でやってくれよというタイミングを振動さんが見計らっていると、急に峠道の途中で彼氏は車を止め、大きなため息をついた。あ、 謝ってくれる。そう思った瞬間。お前、降りろよ。もういらねえよ、お前みてえな男。とても性格のいい彼氏さんである。売り言葉に買い言葉で、またありったけのバリ造言を吐き散らしながら、 神道さんは車を降りた。本当に彼氏はそのまま帰ってしまったため、一気に心の整理がついたという。問題は、どうやって家に帰るか、だ。日はすでにとっぷりと暮れ、秋も深まってきていた時期だったため、 意外なほどに外は冷え始めていたのだ。面倒だし、飛んだ出費になるが、タクシーを呼ぶか、と思ったという。ポケットに手を突っ込み、スマホを取り出そうとする。が、そのまま固まってしまった。スマホがない。 彼氏の、いや、元彼の車の中だ。やばいやばい、マジでやばい。混乱しそうになる頭を必死に沈める。ここから家までは徒歩でも2時間弱はある。走ってもかなりの距離。体力には自信があった振動さんだが、この寒さ。 この薄着で2時間も外をうろうろしていたら、絶対に風どころじゃ済まない、と青くなってしまった。とにかく走ろう、そう思った。走れば体が温まる。思ったより温度が低いのは、ここが峠道だからだ。峠を降りれば、そんなに寒くないはず。 そう自分に言い聞かせ、パニックになりそうな心を奮い立たせた。が、その時、ビューンという凄まじい風切り音と共に、彼のすぐそばを一台のバイクが突っ走っていった。えと思う。今の、 もう少しで接触してたんですけど。やばい。ここ、走り屋の巣窟とか呼ばれてるとこだった。まさに、生きた心地がしなかったという。たとえ体力が持ったとしても、運が悪けりゃ衝突事故だ。 あんな速度で鉄の塊からぶっつけられたらいくらなんでも命の危険走るペースが上がった今のライダーはかなり早めな常連だろうが時間が遅くなるにつれああいう手合いが増えてぎゅんぎゅん峠を攻めまくるはず 早くここを抜けなければ、マジで死ぬ。今までの人生で一番心拍数が上がったのではないかと、ドウさんは語る。死の恐怖をリアルに感じ、生きなければ、俺は生きるんだと心に念じ、ネガティブな考えは全て心の中から締め出すように努めた。 絶対、俺は生きて帰る。そして、あんなアホとは桁違いの素敵な彼氏を見つけてやるんだ。歯を食いしばって湿気していると。あれ路肩に一台のバイクが止まっていた。 真っ黒なライダースーツを着た運転手の姿がライトの光で確認できる。もしかしてさっきのバイクの人か。こんな危ない場所でランニングしているようにしか見えない俺のことを心配してここで待っていてくれたのか。振動さんの心に かすかな希望の光が差した。もしかして、後ろに二血させてもらえるかもしれない。もしかして、自分好みの、ちょっとむさめな男前かもしれない。はあはあ息を切らせながら、あの、すみません、と声をかけた。ライダーは、 ゆっくりこちらへ近づいてきた。助かった。少なくともタクシーは呼んでもらえるはず。あ。大事なものがライダーにはなかった。首から上である。 なんでなんで頭ないのこの人。不便じゃないのと、見当違いの懸念がすぐ脳裏に過ぎ去ったという。次に、その場へ、へたり込みたくなるくらいの恐怖が襲ってきた。聞いたことがある、有名な都市伝説。首なしライダー。 金縛りにあったように動けなくなってしまった振動さんに、そいつはゆっくり歩み寄ってきた。バイクのライトで、その姿はもう明瞭に確認できる。よく見れば、小脇に何かを抱えていた。フルフェイス型のヘルメットだ。 頭がないのにヘルメットなんか必要かと、またおかしなくらい冷静な突っ込みが、振動さんの心に湧き上がった。すぐ目の前にライダーはやってきた。そして抱えていたヘルメットを両手に持ち直し、くるりと上下を返した。おとり。 と、中のものが落ちた。それと、目があった。彼の中の何かが弾けた。気がつくと、アパートの自分の部屋に大の字で寝ていた。爆発しそうな動機。 失速寸前のような息切れ。足はまさに棒のごとくパンパンになっていた。今にも小村帰りを起こしそうだ。反射的に時計を見る。車を降ろされて40分弱しか経過していない。 ああ、そうか。我を忘れて全力疾走でここまで来たのか。と、妙に納得した。はうようにして部屋を移動し、リモコンを見つけてテレビをつけた。ダウンタウンが司会のバラエティ番組をやっていた。そこで妙に、 安心したと同時に、崩れるように眠ってしまったという。なるほど。それは恐ろしい経験をなさったんですね。私がそう言うと、新藤さんはうつむきがちに、こくりとうなずかれた。当時の恐怖を思い出されたのか。 少し息が荒くなっていたしかしなんで最初にその同性愛者であることを告白なさったのですえああそれは当たり前でしょう新藤さんは少し顔を上げ 苦笑いを浮かべる。だって、僕が異性愛者だと偽って話を進めると、恋人である女性に運転をさせた上、峠道で強制的に車を降ろされたことになるでしょう。え、ええ。それって男としてどうかな、と思いまして。はあ いろんな考えの方がいるんだなぁ、と心から痛感させられた貴重な取材であった進学校の思い出現在 ゆえあって、某一流企業を脱サラし、手打ちそばの店主をされている、物静かな男性、村里さんから伺った。2000年代、はじめ自分の話である。当時、都会の方に住んでいた村里さんの通う高校は、地元で知らない人はいない、有名進学校。しかし、 クラス内にも自分以外のすべてが敵のようなピリピリした空気が漂う、息の詰まるような弱肉教職の学校生活を過ごした場所であった。教師までができる生徒とできない生徒を選別して前者を完全にエコひいきし、校舎に至っては将来のクズ予備軍とまで公言していたというから、 意味を疑う。常に校内は殺伐としており、表だった喧嘩や揉め事こそなかったものの、いつもみんなが考えていることといえば、勉強勉強。周りの人間を蹴落とせ、のし上がれ。まるで静かな戦場といった趣で、クラスメートなど誰一人信じられなかったらしい。 そんな中で、たった一つだけ、忘れられない思い出があるという。二年生の頃の、確か七月初めくらいだと、村里さんは当時を振り返る。朝、ホームルーム前に教室に入ると、珍しく、喧騒というか、 言い争いの声が聞こえたんですね。いつもはみんなガリガリ暇さえあれば自主的に勉強してたのに。それはほとんど学級が二つに割れての激しいディスカッションだった。だから目に見えるものが全てだとは限らないって話だ。 科学で説明できない存在があると考えることの何がおかしい何言ってんだよ。科学とか非科学とかじゃなくて、理論的にお化けやら幽霊やらなんて不自然だってんだよ。理論ってなんだよ具体的に言ってみろよ。発端は、とある男子生徒の一人ごとだったらしい。 彼は最近、クラス内でも成績が伸び悩んでおり、数日前に担任から、お前は努力不足だな、とみんなの前で言われて以来、軽いノイローゼ状態に陥っていた。お化けの世界に行きたいな。ぼそり。 つぶやいたらしいが。案外、それを聞いた子は多かったようだ。なんだそれ、お化けの世界。いつもは他人に不感症だったクラスメイトが数名。その言葉に反応。ツッコミを入れた。だって、試験も何にもないらしいから。 真顔の答えが返ってきた。多くの者は声を出して笑った。こいつ、ついに頭に来やがったぜ。そう言って彼を馬鹿にしたが、何人かの生徒は、いや、目に見えない世界ってあるかもしれない。科学だけが世の中の全てじゃないかもしれない。そう。 彼を弁護したというのだ。はマジで言ってんのかばっかじゃね宗教やってんの黙れよ。死んだら人間どうなる魂って何なんだそんな身近なことにすら科学は答えを出せてないじゃないか。そんな言い争いが気がつけば クラス全体に波及していたのである。村里さんは完全中立の立場だった。例なんか正直いてもいなくてもどうでもいい。しかし、この非日常の展開には心躍るものを感じていた。 騒ぎの行く末がどうなるものか見届けたい気持ちで少しドキドキしていたという。例が存在するって証拠を見せてみろよそっちこそ例が存在しないって証拠を見せてみろ討論は白熱化し、そろそろ先生が来るという時間になっても決着の気配は見えない。 そもそも、すでに双方の言い分は、ほとんど感情論、水掛け論になってしまっており、このまま、両陣営が納得する形で事態が収束するなど、考えられない状況であった。と、そんな中。ねえ、ちょっといいかな。 心霊校庭論に回ってる人たちってさ、全員漏れなく、ここ最近成績が落ちてきた人じゃない一人の女子生徒が鋭い意見を放った。形ばかりの学級委員、とみんなから呼ばれていた枝島さんだ。 それってさ、自分らがリアルから落ちこぼれそうだから、現実の拉致外の存在を認めることで、間接的に自らを慰めてるんじゃない目に見える世界が全てじゃないんだって主張を、勉強だけが全てじゃないんだって論理に心の中で転換させてさ、自分自身を甘やかしてるだけなんじゃない その程度のメンタルで死亡校行けるの吐き捨てるように枝島さんは閉めた。水を打ったような静けさが教室に訪れた。やるな。さすがは委員長。村里さんは静寂の中で枝島さんを見直した。 これは一発逆転で心霊否定派の大勝利。誰がどう見てもそういう状況だった。ちょうどその時。みんな席につけ、ホームルームを始める。担任の先生がいつもの低いテンションで音もなく 教室に入ってきたああ本当にギリギリだったあんな議論をしている現場を先生に見られたらそれこそ大変だったろうなほっと一息つきながら村里さんは教団の方へ視線を向けた先生が おばあさんをおんぶしていたえな何これうつろな視線の先生の背後に一人のやせこけた老婆が背負われているそう白髪で赤だらけのような茶色い肌まさに 梅干しババアといった趣きのシワが刻み込まれたような凄まじい僧帽。そしてその老婆は素っぱだからしかった。こちらから見える部分の肌が全部露出していた。にまーとそいつが いやらしい笑顔を先生の肩越しに浮かべるクラスがざわついたあまりにも異様な出来事に自らの目と正気を疑った村里さんだが違う俺以外にも見えてるじゃないかえー、どうやらさっき みんなは非常に興味深い議論を戦わせていたようだな。先生も大いに聞き入った。いついつ聞いてたのあの討論を。まさかずっと教室の外で。いや、それよりも、その背中のババアは、 なかなか意義のある話し合いだったな。だが最後に先生なりの答えをみんなに提示しておこうと思う。そう言って先生は大きく体をくの字に曲げた。そして大量の血液まみれの吐射物をグエーっと 教団の上へ盛大にぶちまけた。ピンク色の汚物の池ができた。それに先生の顔がべしゃっと埋まった。それきりピクリとも動かなくなった。 背中の老婆もいつの間にか消えていた。三秒ほどの重い沈黙の後、教室の中は悲鳴と絶叫に満ちた。担任は過労死だったと後日知らされた。 三年間の学校生活は全く灰色の記憶しかないが、この日の一連の出来事だけは、明瞭に再色された形で思い出に残っていると村里さんは言う。本音をぶつけ合うクラスメイトたち。その中でもひときわ理知的だった女子、枝島さん。 醜悪な謎の老婆。土砂物の中で生きたえた担任の先生。かけがえのない、たった一つの青春の思い出です。他人から言わせれば、病んでるとか狂ってるとか言われるかもしれないけど、あの日会ったことを思い出すだけで、 なんかこう、胸が熱くなりますね。ちなみに、先生の遺体が運び出され、吐砂物が掃除された直後、生徒たちは何の指示もされていないのに、誰からともなく参考書を取り出し、静かに自習を開始したという、 一期。今から三年ほど前。私がまだ階段を集めるばかりで、本格的な執筆まで至っていなかった頃のこと。その日、行きつけのファミレスにて、木梨さんという40代の男性から、 実家の蔵から出てきた奇妙なもののお話をお聞きしていた時だった。ミシャナもね、知ってるよ、怖い話。木梨さんが連れてきた一人娘のミシャナちゃんが、おもむろに我々の話に割り込んできた。ミシャナのお話の方がすごいよ、妖怪だもん。 木梨さんは、こら、ミシャナ、やめなさい、と、娘さんをたしなめたが、私は彼女が言った、妖怪という言葉に、興味をそそられてしまった。ミシャナちゃんは、どうして妖怪なんて言葉を知ってるのと尋ねると、アニメでやってるもん、との即答。なるほど。 ウォッチのやつか、と合点していると、ミシャナちゃんは、でも、あれは作り物の妖怪なんだよ。本物はもっと怖いんだよ、と言ってケラケラ笑った。断然、興味が湧いた。ここから、お父さん、そっちのけである。あのね、 一気なんだよ。一気何それゲームの違う。妖怪の名前なの。あのね、一気はね、幼稚園の滑り台のとこにいるんだよ。へえ<ー>。あのね、縁が終わってね、先生さようならって言ってね、いつまでも縁に残ってたらね。 時々滑り台のところに一気がいるの。一気に会うとどうなるのあのね、一気は会った人にジュースをくれるんだよ。いい妖怪じゃん。違うよ。えー、っとね、一気がくれるジュースは違うの。何が違うのうーんと、 いい子が一気に会った時はね、オレンジジュースとか、ブドウジュースとか、リンゴジュースとかなの。悪い子があった時には悪い子にはね、あのね、シュワシュワのジュース。炭酸入りうん。サイダーとか、コーラとか。<laughs> コーラね。それで、ね 一気からジュースをもらったらね、それはね、一気に飲まないとダメなの。だから一気なんだよ。ははー、一気飲みの一気か。なるほどなるほど。だからね、悪い子はね、不利なの。だって、シワシワのジュースだったら、すぐにゲホーゲホーってなっちゃって、一気に飲めないから不利なの。 不利なんて難しい言葉を知ってるんだね。ところで、一気からもらったジュースで蒸せてしまったり、一気に飲み干せなかったりしたら、どうなっちゃうのミシャナちゃんは、そこでまた、うふふっと笑った。そして、一気に飲めなかった子はね、 頭を馬鹿にされちゃうの。なんて率直な物言い。無邪気って、ちょっと怖い。思わず私も苦笑いが出てしまう。ゴーラ、ミシャナ。いい加減にしなさい。この人はパパと話してたんだぞ。 子供の言うことですから、恐縮しながら木梨さんは頭を何度も下げられた。だが、何だろう。そのそぶりが、どこか必要以上に必死だ。両方の肩をパパから押さえられ、杏に、もうお話はおしまいだ。 と宣告される形となったミシャナちゃん。だが、彼女はまだまだ話し足りないようだった。うんうん、パーパット、しかめっ面でむずがりながら、あのね、あのね、と、一気の話の続きを私にしようとしている。こないだね、コウタくんがね、一気に会ったんだよ。 え、本当に妖怪と会った子がいるのうん。こうたくんはね、悪い子だったの。先生のお話の途中でわーって騒いだり、ゆかちゃんの工作粘土を隠しちゃったこともあるんだよ。だからね、一期はね、シュワシュワのジュースをくれたんだよ。それでそれでその時だった。 ミシャナ。ついに、お父さんが声を荒げたのである。聞き分けのない子はパパ嫌いになっちゃうぞ。しばらく静かにしてなさい。いいね。大好きなお父さんから嫌いになっちゃうぞと言われ、サシモのミシャナちゃんもしょんぼりとなってしまった。 私も、そこまで言わなくても、と思ったものだ。さて松岡さん、どこまで話しましたっけ木梨さんの取材が続行の形となる。私の頭は、もう完璧に妖怪モードだったので、思考の切り替えに多少の時間を要した。 木梨さんのお話の聞き取りが終わった。お礼を言い、三人で食事をとって、さてお別れという直前に、木梨さんはトイレのために席を立たれた。ミシャナ、お利口にしてるんだよ。テーブルに、私とミシャナちゃんの二人っきりとなる。 チャンス。ミシャナちゃん、コウタ君はその後、どうなったのひそひそ声で話しかけると、それまで元気のなかったミシャナちゃんは、パーッと笑顔を見せた。テーブルに身を乗り出し、やっぱりひそひそ声でもって。コウタ君ね、シュワシュワのジュースで、 ゲホゲホってなっちゃったんだよ。悪いことばかりしてるから仕方ないよね。そしてバカになっちゃった。それでそれでねうーん、わかんない。だって、縁に来てないもの。え、な、なんで 今、施設ってとこにいるんだって。先生が言ってたよ、と、ミシャナちゃんはことも投げに言った。いきなり飛び出した現実的な言葉に、思わず私は絶句してしまう。コウくんが、 縁をやめる前、ミシャナちゃんは彼に会った。妖怪に遭遇した翌日までは普通に登校していたようだ。彼女曰く、お昼前までは普通だったけど、お弁当を食べたら完全にバカだったという。 ただ、僕は昨日、一気を見たよ。飲み物、吐いちゃった。という言葉だけは、何度も何度も、口走っていたらしい。ミシャナね、その時コウタくんにね、一気ってどんな格好してるのって聞いたんだよ。そしたらね、 タコがうねるような変なダンスを踊りながら、コウタくんはわけのわからない歌を歌ったのだという。キモかった。大っ嫌い。コウタくん、もう園に来ないからよかったな。はあ、この一件以降、園児たちは、 前にも増して一気を恐れるようになり、お昼休みですら滑り台に近づく子は一人もいなくなってしまった。そのおかげか次の犠牲者はまだ出ていない。とミシャナちゃんは熱っぽく語った。本当は誰にも喋っちゃいけないんだよ。先生が言ってたもの。 だから、この話は、おじさんとミシャナとの秘密ね。ああ、そうか。ミシャナちゃんと指切りまんをしながら、私は確信した。木梨さんが、やけに必死に、一気の話を遮ろうとした理由。縁の方から、不景にも、 観光例が出てたんだな。一気に口の中が乾いたような感覚を覚えた。ミシャナちゃんが言ったことは多分全部本当だ。子供のよまいごとではない。鳥肌が立った。 ミシャナちゃんの小指は、とても小さかった。やがて、キナシさんがトイレから戻られ、彼に連れられて、ミシャナちゃんもバイバイと元気にお家へ帰っていった。一人、ファミレスに残って、キナシさんとミシャナちゃんの話の概要を電子メモ帳に打ち込みながら、 私は失敬ながらも思ったものだった。お父さんより、ミシャナちゃんの話の方が数段、階段だったな、と。日の目を見なかった者たちの話。 誠の階段。曜見砂時計も、もう五十話に手が届く運びとなった。取材メモとにらめっこしながら、三十話書ければ御の字かな、などと思って書き始めた連載であるが、どうにかこうにか、当初の思惑以上に続いてくれて嬉しい限りである。 これも読者の皆様の応援の賜物です。ありがとうございます。現在、この話はナンバリング的には49話となっているが、実際のところ、私はこのようみすなど計のために70話余りの階段を書いている。そのうち10話余りは、 体験者様の公開許可待ちであるが、残りは諸々の事情で公開許可が得られなかったものだ。今回は少し趣向を変えて、その公開を見送られた作品たちについてのお話をお送りしようと思う。A さんからは、 結婚式に関するお話を伺った。とても興味深い一話だったので、ぜひとも使わせていただこうと即決した。満を持して文章化し、データをお送りしたところ、翌日、お電話にて返事をいただいた。金ね、ね好印象な感想をもらい、 これは早々に公開許可が得られそうだぞ、と、私も心の中でほくほく顔だったのだが。あの、一つだけ条件を出させてもらってもよろしいでしょうか。条件はい、どのような。実は、文章自体には何ら問題はないのですが。 このお話に登場する私自身のですね、なんというか、その、私の性別を女性にして発表してはいただけないでしょうか。思わず、えと声を出してしまった。この話は A さん自身のご婚礼の際のエピソードである。 だから、仮に新郎であった彼を神父として書いてしまった場合、かなり不自然な箇所が出てきてしまう。そもそも体験者の性を逆転させる理由はどこにあるのだろうか。残念ですが、そうしてしまうと実話怪談ではなくなってしまいますので、 その申し出は、ちょっと。A さんは、そうですか、ですよね、と、電話越しに苦笑され。では、残念ですが、この話は、なかったことに、となった。 取材メモを読み返して思ったのだが、細かいところで謎のようなものが見え隠れする奇妙な話でもあった。もしかすると、この話には A さんが語らなかった影の部分があり、それが先ほどの私を女性として描写してくださいという申し出につながったのではないかな。 頭をひねって考えたことを覚えている。何はともあれ、実話怪談に関しては、このような天末が往々にして発生する。執筆した作品を公表できない可能性もあるため、掲載許可を得るまでは、時々しっぱなしなのだ。 B さんからは、なぜか私の耳にはなかなか入ってこない。いわゆるガチコア系のパンチのあるお話を聞いた。レパートリー的に不足していた階段でもあるし、不思議系の話ばかり投稿していたら、恐怖を歌っていた当初の方向性が揺らいでしまうとも懸念していた。 早速文章化し、彼に読んでもらい、公開許可を待つばかりという段階だった。ある日、B さんから連絡が入った。すごい、自分が体験したまんまの臨場感だ、とひどく褒められた。ただし、一つだけ、 気に入らないところがあるという。名前が平凡すぎやしませんかえ、名前はい、私の仮名ですよ。なんかこう、ありふれたような名前で。ありふれた仮名を使用しているのは、 階段のリアリティを倍化させるための工夫ですよ、と私は説明した。しかし、あの名前はないなあ、と B さんは譲らない。では、どのような名前だったらよろしいですか私が尋ねると。ルートビヒとか。ルートビヒ 横文字の名前。ドイツ系、かっこいいじゃないですか。斬新な階段ですよ。ええー、斬新だ。それはちょっと、と申し上げた。そうなんですか ?B さんは驚いたように返された。 では、残念ですが、この話は、なかったことになった。同様のパターンは、実はもう一度経験している。仮に C さんとしておくが、この方は、某有名バトル漫画の大ファンで、自分の提供した怪談を発表する際、 体験者の名前を第三部の主人公と同じにしてほしいと熱望された。それは著作権法に抵触しますので、せめて名字だけに、と申し出たのだが、それではダメだ。もし発表して自分に霊障が降りかかった場合、この主人公でなければ、 例の災いを跳ね返すことはできない。と、C さんは独自の理論を貫かれた。結果、この話もなかったことに、となった。たくさんの人に会うといろんな経験をするものである。最後に、 D さんのお話をすることにしよう。この方は体験談を語られるときも、なんだかノリノリで、早く文章に直してください。早く読みたいなぁとまで言ってくださった方なので、掲載許可はすぐにいただけるだろうと、私も楽観的に構えていた。だが、 出来上がった文章を読んでみて、これはちょっと公表できないと言われる。何か至らない点でもあったのですかと問うが、いや、よく書いてあると思います。松岡さんに非はありません。しかし、まがまがしい というのだなんだか文章から漂ってくる雰囲気がただごとではないとかそのような話を書こうと頑張っている私からすればこの上ない褒め言葉なのだが当事者である D さんからすれば思った以上のものができて 少し戦慄、といったところなのだろうか。それにしても、その怖がり方が、ちょっと尋常ではない。あまり追求するのも酷だと思い、こちらもおとなしく D さんの意見を尊重することにした。では、残念ですが。 直後、知り合いの元職業霊能者40話に登場した津川さんに連絡を入れた。これこれこういうことがあったのですが、これって例の仕業ですかもしそうだったら何か対処法みたいなものはありますかそう尋ねてみたのである。 うん、直接その方と会ったわけではないので何とも言えませんが、文章自体に宿ってしまった可能性も捨てきれませんね。つまり、文章に言霊みたいなものがこもってしまったケースなのではないかと。確かに、 負の念が宿ってしまった文章を読むと、あまり良くない影響を受けてしまう人もいますね。そういう場合は、わざと文章を崩してやるといいですよ。つまり、故意に誤字脱字を入れるとか、文の途中でスペースを挿入し、センテンスの流れを寸断してしまうとか、 そういうのを一箇所でも入れると、完璧が崩れて、文章の魔力が失われるというのだ。いいことを聞いた、と思った。かなり不本意だが、語字を挿入することにしよう。おしゃれというワードがあるから、おしゃれの者、三髄に西の字を、 酒、ずいに鳥の字に変えてしまえ。そういう方向性で行こうと思うのですが、どうでしょう。後日、直接 D さんにお会いして、私はそう切り出した。しかし、松岡さん、 勘弁してください。勘弁してください。いきなり D さんはそう言って何度も何度も頭を下げられる。実はこの間話した階段、あれみんな嘘っぱちなんです。ええ。どんな怖い階段を聞いた時よりも、 強いおぞけが走った。詳しい経緯は多少プライバシーに関わることがあるので記せないが、とにかく D さんは私に自らが捜索した階段を語っていた。その時高テンションだったのは、我ながらできたいい話だなぁと、 自分に酔いながら喋っていたせいだという。だが、その日を境として、なぜか彼は体調を崩しがちになった。風邪だろうと思って甘く見ていたら、ある日の夜、腹を下して嫌な色の便が出た。これは明日、 病院に行かなければと思って早めに就寝した。すると夢を見たのである。自分が語った嘘の怪談とファクターの重なる怪奇な出来事が脈絡なく D さんに襲いかかるといった理不尽な内容だったらしい。 夢の最後には、私、松岡も登場して、D さんを強烈に睨にみつけながら、殺すぞ、と、つぶやいたという。そこで、寝汗びっしょりのまま、目が覚めた。頭痛がひどい。まさか、自分の体調不良は、 あの嘘の話のせいでは、と思っていたところ、スマホのメール着信の音が鳴ったので、反射的に確認した。私からだった。この間の話、非常に興味深かったです。切筆ながら、文章化いたしました。 アルファポリス様にて発表しようと考えておりますので、念のため本文をご確認の上、ご面倒ではありますが、再連絡をください。着信時刻は、前日の深夜となっている。言われてみれば、確かに私もその時間帯にメールを送った記憶がある。 しかし、実際届いたのは早朝六時現在。しかも、彼が眠りから覚めるのを見計らったかのようなタイミングで。やめてくれ、と心の中で絶叫したのだという。 後日、津川さんにこのこともお伝えした。これも何らかの心霊現象でしょうか尋ねてみた。が、津川さんは何か壺にはまってしまったのか、火のついたように、あーはははは、と大爆笑した後。 <laughs> それは多分、その方の無意識レベルの自責の念から起こった心身の不調ですよ。メールの件は電波の不具合でしょう。それにしても松岡さんが真顔で殺すぞああ、おかしい <laughs>。それから永遠と笑い続けてらっしゃったので、私は適当なところで、 電話を切った。うば九、ま、1999年、七の月の出来事です。と、大松さんは語り始めた。 当時高校生だった彼は、些細なことから両親と衝突し、夜中の十時に、もういいと叫んで、家を飛び出してしまった。突発的な行動だったので、真っ暗闇の中を三分くらい歩いているうちに、やっちまったなあ今夜はどうしようか。と、今更ながら、 安淡た,たる気持ちになった。とりあえず、すぐに家に帰るのも面白くなかったので、12時まで営業している近所のフランチャイズ営業の書店に行き、閉店間際まで立ち読みでもすることにした。徒歩5分余り。普段の店舗に到着する。と、 自動ドアをくぐろうと店に近づいたとき、入り口の前に誰かが座り込んでいるのに気づく。女と思ってよくよく見てみて。大松さんは開いた口が塞がらなくなったという。この界隈では見かけないタイプの制服を着た。 女子高生らしき少女。が、その顔も腕も足も。露出している肌という肌はことごとく真っ黒に日焼けしている。髪は金髪。足にはルーズソックス。耳がもげそうなくらい大量のピアスを光らせ。 顔を彩る化粧も凄まじく、白やらピンクやらが東南アジアの原住民のようにけばけばしくペインティングされている。当時のいわゆるガングロギャルだ。こんな田舎にもこの手のやからがいたんだ。大松さんはほとんど感心してしまった。 少女はまるで職人のような素早さで携帯を片手操作し、どうやらメールを打っているようだった。もう片方の手には菓子パンを握り、時々噛みちぎるように口へ運んでいる。目にはやる気のかけらもなく、終始すべてがだるそうだ。 なんだか見ていて気がめいってきた。こういう仕草をする猿の仲間を見ているかのような気分になったという。こんなのの脇を通ってまで書店に入りたくもねえな。大松さんはくるりときびすを返した。瞬間。 やははははと、けたたましい若い男の笑い声が背中の向こうから聞こえてくる。え、なに、なにほとんど反射的に振り返ってしまった。うば車があった。え、え先ほどまで ガングロがベタ座りしていた位置に、一つの乳母車が存在している。それから、若い男の喋り声が聞こえてくる。だから先輩、そりゃねえっすよ。バットっすよ、バット。自分、よくやったうちじゃねいっすか超やりましたよ。マジっすよ、マジ。 わけがわからない。その時、大松さんは少女が自動ドアの真ん前に座っていたのに、機械が何の反応も示していなかったのに気づいた。もしかして、最初からガングロギャルなどいなくて、ル車だったのだろうか。いや、 余震場、乳母車だったとしても、自動ドアは反応くらいするだろう。だったら、だったら、自動ドアに反応しない乳母車が、若い男の声を発し続けているという、今の状況ってどういうことなんだ。パニック寸前の頭で必死に考えていると、 卯車はおもむろに、キコキコキコ、ときしんだ音を立てながら、ひとりでに動き始めた。え、動いた。またまた目の前で起こった信じられない事態に、大松さんがビビるや否や、一メートルも移動しないうちに、卯車の姿は、すーっくり と薄れていき、やがてじんわりと空気に溶けるがごとく消滅してしまった。ああ、消えちまった。消えちまったなあ。なんだか空恐ろしくなった大松さんは、大急ぎで家に帰った。 玄関をくぐると、あんたどこへ行ってたのとお母さんから怒鳴られた。ごめん、と顔を合わさずに謝ると、二階の自分の部屋に駆け上がって、掛け布団を引っかぶるようにして眠りについたという。翌日、学校に行こうと玄関を出ると、 昨日の乳母車が目の前にあった。あ、嘘。鳥肌浮かせて戦慄していると、どうしたとドアの後ろから一緒に暮らしている父方のおじいさんが顔を出した。おじいさんは最近、 軽いボケが出始めていた。ああ、じいちゃん。どうしよう。なんて説明すりゃいいんだ。ただでさえこの頃会話が成り立たなくなってきたじいちゃんなのに。んー。おじいさんはぼんやりとした目でうば車を見た。 貴様どの面下げてまたわしの前に姿を現したうちの孫に手を出してみろただでは済まさんぞ大松さんが見たこともないような剣幕で、おじいさんは吠えた。するとどうしたことか。う車はまた、 キコキコと高い音を発しながら、一人でに移動を始め、大増マス家の庭を出たところで、ふいっと消えてなくなってしまった。わ、あ、撃退した。じいちゃんすげえ。大増マスさんは、両の拳を握りしめて興奮した。 おじいさんは、乳母車が消えたあたりに向かって、戦友を返せ、同期を返せ、と、悲痛に叫び続けていた。あれは何だったのと、その日の夜、学校から帰ってきた大松さんは、おじいさんに聞いた。 おじいさんは腕組みしてうんうんとうなったが、肝心のその問いには答えず。昔はああいうのがいっぱいいた。若い頃、じいちゃんはあれに何度も何度も泣かされた。と、顔をしかめながら言った。質問を変えて、 じいちゃんは、あれとどこであったのと尋ねてみた。おじいさんは真顔で、センチと答えたという。